ございます。アートラジオ始めていこうと思います。12月16日土曜日時刻は6時50分になりました。早速収録していこうと思ってます。アートフェア伝統と現代アートが交差する工芸の現在地工芸アイトフェア神奈川神奈川が20。えー、始まるとプレミアム茶会なども行われるそうです。新宿経済新聞赤から青へ変化した。歌舞伎町一番街アーチ。 アートのある毎日をテーマに食べるルミネ新宿でコーヒーなんていう新宿のニュースが出てますイベント東京銀行23年クリスマスおすすめイベントイルミネーション28銭と出てますけどどうでしょうね幻想的なスタジオでバックナンバーの音楽に包まれるイベント バックナンバーの展示イベントが12月23から25まで東京ゼロベース渋谷にて行われるそうです。 プライムビデオ「沈黙の艦隊」中国時代劇10作品がアマゾンプライム会員限定で10話無料公開スタート大谷翔平ドジャース入団会見バルダースゲート二時三時と実況配信コラボジェイソン・ステイサム主演「オペレーション・フォーチュン」 プラ,イムプライムビデオで配信開始12月15日より大人気ポッあ PR ですね建築通好みの京都建築ガイド京大名誉教授の建築家岸和郎さんが厳選 激渋な京都レトロ建築5000なんて出てますね永遠なる桜田ファミリア神の建築家アントニオ・ガウディ E テレ名建築家兼デザイナージョージ・ネルソンの代表作「自宅照明」に名品を取り入れてオズワルド・アタナカの恋愛を芸人たちが祝福。 コンビニ弁当こそ長寿食の意外な真実医師の高齢者の健康リスクを減らす食生活についてプレ,ジレプレジデントオンラインそうなんですかコンビニ弁当こそ長寿食知りませんでした一緒に食べると良い健康にいいビタミンやミネラル相乗効果を持つ組み合わせ6選あなんかこの組み合わせって大事みたいですよねあの豚肉と トトマトとかそういうやつですよねと次は今週見たいび展覧会5千というのが出てますの、ね、でピックアップしておきますファッションエン,ポロエンポリオ・アルマーニのネックレスボーグジャパンのニュースに出てますね GQ Japan クワイエット・ラグジュアリーの美学を決定付けたイタリアン・ルック面白そうですね次はシャネルの体験型ホリデーイベントシャネル・ワンダーランドが原宿で開催中劇場版スパイファミリーコラボイベントが、えー 12月15日より期間限定で開催。次は、ポケモン SV DLAC 後編配信開始。双子座流星群ライブカメラや中継番組配信も キングプリンス大晦日の配信情報を、えー、発表。フェルメールに見せられて史上最大の展覧会の舞台ら12月22日夜放送。E テレ。えー、と、批評家158人が選んだ2023年ベスト映画。日本作品も ランンクインミッシェルガン・エレファントドキュメンタリー映画6人の嘘つきな大学生2024年秋開催、えー、っと公開アートビューイング西多摩2023年アートを俯瞰する大飯美術館を中心に活動するアーティストを中心として開催する現代美術の展覧会があるそうです 建築分野における BIM、ビルディングインフォメーションモデリングの推進を議論します。土地や自然と一体する建築が湯地、湯治、湯治、湯治場の湯治ですね、お,お湯の直すを豊かに、Vogue Japan、絶景に続く温泉プラスアルファの楽しみは建築と書いてありますね。面白そうですね。 羽田イノベーションシティのグランドオープン記念イベントにてタイムカプセル展示を行いました大田区夢博夢の博覧会を記念して作られたもので中には子供たちの描いたものと書いてあります鉄道ト o m 流鉄流れる鉄宝探しイベント千葉県誕生150周年の記念事業の一環として宝探しイベント 彩り列車と、電車と思い出の宝探し。6日間を開催。インドアマゾンプレイムビデオチャンネル、あ、PR ですね。アニメタイムズの配信がインドにてスタート。明け明かシューティングゲームソニックウィンズがスイッチ PS4 で12月14日に配信。鉄拳8 体験版配信決定。冬休みに見たい展覧会13戦東日本戦西日本編、編。三谷幸喜5年ぶりの新作映画、長澤まさみ主演。須を見の話をしよう。映画、熱の後に予告編。 建築は、パリのカルテイ財団、ブレイス・オブア・アーシテクト。建築家のぶき店で工芸建築空間づくりを探,探求。三菱一号館美術館が図録を無料配布。12月18日から22日に先着順にて、休館中の三菱一号館美術館が 12月18日から22日に当館の SNS フォロワーに過去の図録を無料配布する図録大渡し会を開催すると館の X にて発表しましたもし展覧会図録ご希望の方は行ってみてはいかがでしょうかあの展覧会の図録ああ欲しかったのになみたいなのもあったらいいですね 常識を打ち破るプラズマ乳酸菌の発見。フランスは、総菜パン買い付け、夫の好物なの、えー、フランスが、賃がコンビニがなくても困らない理由とは、コンビニがなくても困らない理由とは、知りたいですね。現代ビジネスに書いてあります。 未来のメン・オブ・ザ・イヤーがルックをチェック。フューチャー・モーティー。はい。リューナルド・ディカプリオと恋人のヴィットリア・チレッティがアート・バーゼルへ出席。ディズニーランド・スペース・マウンテン24年7月31日に終了。 スペシャルイベント開催。冬アニメ2024年二人の魔女の前日短。iPhone で空間ビデオが撮れるように iOS17-2 配信スタート。そうなんですね。空間ビデオ。面白そうですね。 鉄拳8さっきも出てたやつですね JO1 のワンダーランドが六本木ヒルズに出現大型展覧会 JO1in ワンダーランド2か月にわたり開催3月1日から5月6日まで、えー、第48回放置映画賞都内で行われた表彰式ですね あの花が咲く丘で君とまた会えたらが首位。ハートの聖地四つの島を訪ねる絶景瀬戸内アートの旅。アムステルダムにモジュール式木造建築の小学校建築へ、真剣ハウジング。 アーティゾン美術館、グッズやコラボメニューも充実。アベノハルカス美術館展覧会、印象派モネからアメリカへ、ウスター美術館所蔵。フランス、ノートルダマ大聖堂、新たな戦闘に十字架設置。えー、再建を実現させた背景にパリの心。 では、ピックアップしたニュースを斜め読み、えっと、深掘りしていこうと思います。えー、ロマンティックイルミネーション28線。1、渋谷上空からきらめく冬景色をお届け、渋谷スクランブルスクエア。六本木白銀の世界をイメージしたイルミネーション、六本木ヒルズ。ミッドタウン日比谷アニバラサリーカラーのイルミネーション。 丸ルビル、新丸ルビルほかディズニーの夢と願いを世界に包ま,つつつまれるというふうなニュースが出ています。コンビニ弁当こそ長寿職の意外な真実。えー、戦後、結核になる日本人が減少したというので、えー どうして減ったのかというと米軍が配った脱脂粉乳によって日本人のタンパク質摂取量が画期的に増えたからというです一応3ページにわたる記事なんですがビタミンの父が開発した豚肉入り海軍カレーの効果なるほどカレーが結構栄養が えー、豚肉に豊富に含まれるワンのビタミン B1 の効果が絶大でカッ、えー、の撲滅につながったことからビタミンの父と知られている人が出ていますね60歳以上の5人に1人がタンパク質不足と呼ばれているので、えー つけましょううというニュースですね一緒に食べるとより良い健康にいいビタミンやミネラル相乗効果の組み合わせ6000というニュースですけれどもナショナルジオグラフィックスさんですねえっ、ー、と健康的な脂肪オリーブオイルなどを β カロチンが豊富な食材食品人参、さつまいもなど ピピコピンが多い食品、トマトなどと一緒に摂取するといいですねオリーブオイルと人参、さつまいもとトマト黒胡椒とターメリックを合わせるとターメリックの有効成分であるクルクミンの吸収率が21倍に上昇黒胡椒とターメリックすごいですね他には鉄分を を強化したシリアルにスライスしたイチゴかキウイフルーツを添えるお昼にとるならば黒いんげん細切りの赤ピーマンスライスしたトマトをのせたほうれん草のサラダを、えー、4分の1カップのブロッコリーにはビタミン C が 25mg 含まれているこのビタミン C がブロッコリー コリーに含まれる鉄分の吸収量を倍増させているとごま油の炒め物を夕食にするのもいいでしょうとてりますね骨を丈夫にするための卵ほうれん草マッシュルーム牛乳チーズでオムレツを作るオーツミルクブルーベリー大さじ1杯の多彦煮 ゴマのペーストでスムージーを作るちょっと4ページもあたら記事なんで、まあ、いろんなこと書いてあるもう少しシンプルにやるようですねじゃあ次のニュースいきます痛い展覧会というふうに出てますが、えー、写真の精神全英何でもないものの変容渋谷区章徳ですか それではまたお会いしましょう。ボンジュルネアビアント。リュナルド・デカプリオと恋人のヴィットリア・チュレッティがアートバーゼルへ出席。ディズニーランドスペースマウンテン24年7月31日に終了。スペシャルイベント開催。 冬アニメ2024年二人の魔女の前日誕。iPhone で空間ビデオが撮れるように iOS17 通配信スタート。えー、そうなんですね。空間ビデオ。面白そうですね。鉄拳8。さっきも出てたやつですね。 JO1 のワンダーランドが六本木ヒルズに出現。大型展覧会。JO1 in ワンダーランド2ヶ月にわたり開催。3月1日から5月6日まで。えー、第48回放置映画賞。都内で行われた表彰式ですね。あの花が咲く丘で君とまた会えたらが主位。 アートの聖地、四つの島を訪ねる絶景瀬戸内アートの旅。アムステルダムにモジュール式木造建築の小学校建築へ、真剣ハウジング。アーティゾン美術館、グッズやコラボメニューも充実。アベノハルカス美術館展覧会、印象派モネからアメリカへ、ウスター美術館所蔵。 フランス、ノートルダマ大聖堂、新たな戦闘に十字架設置。再建を実現させた背景にパリの心。